家庭でのんびり温泉気分。それは無糖ハップのお風呂に入ることです。体の冷え、節々の痛み、眠れぬ悩みがいっぺんに吹き飛び、寒い冬も笑って過ごせます。戦後、トラックによる輸送が日を追って増加しています。中でも名古屋の愛知陸運は多数の優秀者を揃え、あらゆる物資の輸送に縦横の活躍を続けています。愛知陸運のモットーは迅速、親切、安全です。そして産業界の心臓として日夜活躍を続け、東京、神戸、また東海地方に主要都市を余すところなく駆け巡っています。